てないのかちょっと怖くて私はできないです、ね、あそう今のところちょっと見えてたからちょっと見えてんの見えてないはい、というわけで今日なんですけど、はい、後ろにちょっとの、はい、見えるんですけど、はい、あの透明トイレって知ってる？知らないです。あちょっとの、はい、見てもらえば分かる通り、はい、あのトイレなんだけど、あれトイレなんですか？あの透明になってんだよ。なんで？で、まあ、ちょっと外から見えるようになってる。はいはい。だから、うん、例えばあそこで、まあ、そのトイレ、まあ、普通に行きたがってすぐじゃないですか、はいはい、そしたらあの、はい、外からこうスケスケの状態で、はい、のあの見えて、あのなんか すごいエッチなトイレがあるんですよ。最悪じゃないですか。なんか公園にあるべきではないですよね。なんか場所をわきまえるべきです、そういうトイレなら。まあまあ、 あの冗談はさておきね。あ、冗談なんですか。あ、よかったけど、はい、まあ、あれは、まあ、一応その公園にあるトイレで、はい、まあ、一応その防犯上の理由で、はい、まあ、あと中がね現状どういう風になってるかっていうのを、まあ、見えるように。でそうなんですか。今ちょっとこうなんか清掃の方が入ってますけど、はい、あれその鍵を閉めると、はい、外から全く見えなくなるっていう。え、そんなすごっ。まあ、すごいトイレがあるんですよ。近未来が現実になってるじゃないですか。うん。で、まあ、やっぱりその、はい、リナちゃんがさ、まあ、どっかトイレに行った時に、はい、なんか犯罪に巻き込まれちゃったら、はい、まあ、その彼氏の俺からしてもやっぱ嫌なわけでしょ。彼氏じゃないですし、なんか今の方が犯罪に巻き込まれてる感あります。だから、はい、だから彼氏じゃないのに彼氏って言ってるし、ずっと今後ね、はい、あのちょっとリナちゃんのトイレに行きたくなったら、はい、絶対ちょっとここ使ってほしいなってちょっと。なんでですか、うん、ここ経由していかないといけないんですか。まあ犯罪に巻き込まれてほしくないってね。はい。だから今がもう犯罪まがいなんで、もう大丈夫です私は。まあ、っていうことで、まあ、ちょっと今日はちょっとこのトイレを、まあ、ちょっと実際にあの使ってもらってね。使うんですか。うん、で、嫌ですよそれは。まあちょっと今後、はい、あのちょっと犯罪に巻き込まれないように、はい、あのしてほしいなとちょっと。それは私別にしっかり心を持って頑張るんで別に大丈夫です、うん、あの協力してもらわなくたって。まあっていうことでちょっと今日はのそういうデートをちょっとやっていきたい。デートでは絶対にトイレを目的地としないし、あれちょっと意味わかんないんですけど、ずっと何なんですか。おかしいな。おかしいのはあなたなんですよ本当にずっと。ということで早速ちょっとやってみよう。嫌です。まあということでね、あの、はい、ちょっと今から入ってもらうけど、はい、うん、まあやっぱりその一応トイレだからさ、まあ、はい、そうです。そう、遊びで使っていい場所じゃないから、まあ、そんなん知ってますよね。そう、あの、はい、普通に、まあ、ちょっとこう、はい、トイレ行きたいなって思うタイミングで、あ、普通にトイレに行ってもらっていい？あ、わかりました。じゃないとほら、なんかそのトイレ使って遊んでるみたいになっちゃうからさ、はい、いや、そのあなたずっとそのなんかトイレをそのなんでもないですすいません。いや、なんかそのデートしましょうとか言ってなんかここに連れてきて、ちょっとどこ行くんですか。すいませんけど、あの言いたいこと聞いてください、ごめんなさい。何何。いや、だから、うん、そのなんかトイレに来ることをデートとして、つまり遊びとしてるのはあなたなんですけど、まあ、デートっていうか、まあ、普通にその防犯、はい、防犯犯罪に巻き込まれてほしくないってだけ。まあちょっとトイレ行きたくなったらじゃあ教えて。それで分かりました。うん、そろそろトイレ行きたくなってきた。行きたくないです。あ、待ってたんですか。あ、待ってます。ちょっと気持ち悪いんですよ。待ってます。なんかその違うことしちょっと違うことしませんか。あ、違うこと。さすがにあの尿意 100% 待ちされるとちょっと嫌ですね。あ、でもなんか他に特にそのなんかほらなんかできそうなことがないし。そうです。まあ一応そのほら遊具とかあるけどさ、はい、まあ子供たち遊んでるじゃん、はい、大人2人でなんかちょっと邪魔するのも悪いからさ。いやいや、うん、もうなんか子供たちを見ながらその尿意を待たれるのがすごいなんか恥ずかしいんですけど、なんか、まあでもちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいです。ちょっとトイレ行きたくなってきたって急に言うと恥ずかしいじゃん。それはそうですよ、うん、トイレ行きたくなってきたなと思ったら、はい、こうゆっくり手を挙げてもらっている。それもそれで恥ずかしいです。別に意思表示してるに変わりはないんでね。それも別に嫌ですって、普通に嫌ですって。だから今もう行っていいですか。なんか恥ずかしいから本当になんかトイレしたくて行くの。さすがにちょっとそのなんかね、何もしないのにトイレの中入るのあんま良くないから。いや、うん、なんかしてるって思われるのもちょっと嫌なんですけど。本当にちょっとトイレに、ね、行きたくなったタイミングでしょ、教えてくんないとさ。それはトイレ行きたいの。本当に嫌だ。本当に嫌ですって。だからもう帰らせてくれ。あそこにトイレあるから行ってみようか。
でもさ、はい、一応、まあ、ちょっと不安じゃん。本当にさ外から見えなくなるのかなみたいな。いやそれはそうですけど、で僕的にもさ、はい、リナちゃんのトイレに行ってるよ、他の人見えないのはちょっと嫌だから意味わかんないですし、あなたにも絶対に見せませんよ、うん、他の人とか言ってますけど、ちょっと本当にその中見えないのか、はい、入念にちゃんとチェックするわ。あ、お願いします、うん、ありがとうございます。そうそうそう、はいはいはい、じゃあ俺外から見てるからいくら見えなくなるからといっても、はい、外からじっと見るのは変だと思いますよ。いや、ほらほら、もしかしたら外に使いたい人もいるかもしれないから早く早く。いやいや、そんな早くないんですよ、別に。さあ、じゃあちょっとここで見てるね。いや、見てないでください、はい、うん、あ、さあ鍵閉めました。あれ、りなちゃんまだ見えてる。あれ、時間何してんですか、はい、マジで。してないよね。してないです。ちょっと本当に見えてないのか、ちょっと怖くて私はできないです、ね、あ、そう、今のところちょっと見えてたから。ちょっと見えてんのちょっと今一瞬見た感じ、はい、なんかじわじわ多分、はい、多分だけど、まあ見えなくなっていくのかな、わかんないけど。あ、そういう感じなんですか。そう、なんか鍵閉めた瞬間に、なんか一瞬なんかファッとこう、はい、ああ、なんか外が白くなってさ、はいはいはい、なんか外から見えなく なるじゃん。はい、そうです。だけどよくこう近づいてみると、はい、まあ、ちょっとだけなんか影が見えるという。近づいてみないでください、あの、うん、何してんですか。多分もうちょっと時間経てば完全に見えなくなるはずなんだよね。怖いな、うん、近づかれて見られることはあんまり想定してないから、このトイレも。だから多分、はい、大丈夫だと思うから。本当ですか。本当に、まあ、ちょっとあの、はい、鍵閉めて、はい、しちゃって。いや、はい、うん、こういう人もいる想定で作ってほしいな、このトイレ。大丈夫かな。いや、大丈夫になってる。本当ですか。はずだからな。うん、わかりましたけど、うん、あの、はい、見えちゃったらごめんね。いや、見えちゃったらごめんね。大変ですよ、うん、ごめんじゃ済まさないですよ、本当に。さあ、じゃあもう一回いたんで、ちょっとチャレンジチャレンジって何ですか。トイレに行くにあたっていきますよ、入りますよ、うん、じゃあはいはい、これで、はい、鍵かけますと。うん、気持ちまだ見えてるかな。なんとなくの鍵が見えてる。あ、でも結構もう完全に、あ、結構もう完全に見えなくなってますかね。どうだろう、ちょっと中の様子が全然目視できないんで、ちょっと音的には今してますかね。してる感じかな、これ。でもかなりすごいですね、こういう風にもう全然全く見えなくなるっていう感じ。どうだった？どうだったって、ずっとそんな近くで動画撮ってるのやめてくださいよ。怖い。一応、りなちゃんにトイレ入ってもらったんですけど、外からはもう完全に見えなくなってました。あ、本当ですか？うん、よかったです。内側からも全然見えなかったです。あ、そうなんだ。はい、中からも外全く見えなかった。はい、はい、全然見えなくて。そうなんだ。はい、いや、一応そのさ、もう完全見えないから、はい、中りなちゃん大丈夫かなと思って、はい、その音で確認したんだけど。意味わかんないです。うん、別に必要はないんですよ、それ。誰とも一緒に入ってないから犯罪も起こりようないし。音はちょっと聞こえたか、はい、もう それが犯罪、どっちかっていうと。やめてください本当に。まあ、もちろん嘘なんですけど、はい、分かんない、嘘つかないでください。いや、でもすごいあの信頼できるなと思ったんで、ちょっとぜひね、これからはね、あのちょっとりなちゃんトイレ行きたいときはちょっとここ使ってもらえればなと、あの、思います。いいです、別に。ということで、近くにあるトイレ使います。ちょっと今日のデート点数つけてもらっていいですか。これのどこがデートなんですか。もう意味わかんないんですけど。あ、自分の身も守るために、まあ、こういう風に対策していこうっていう風に、はい、そのカップルでこう話し合ってね、カップルじゃないですし、それを実践していくっていうのは立派なデートだと思いますけどね。よくわかんないんですけど、はい、まあ、でも本当に鍵開けた瞬間、いつもカメラがすごい近いところにあって、もうそれが気持ち悪すぎたんで0点です。クソが。どんだけ覗きたいんですか。なんか怖いんですけど、なんかすごいメガネ曇ってるし、なんかそのドア開けたらおでんさんのメガネの方がトイレより曇ってましたよ、なんか毎回。怖いんですけど。それはちょっと勘違いしてるかもしれないけど、はい、その俺が覗きたいからそうしたんじゃなくて、はい、リナちゃんが覗かれたら嫌だなって思ったから、はい、俺が本当に覗かれないか確かめていくだけだから。確かめなくていいです、別に。ちょっとそうだから確かめる過程で見えちゃったら嫌だし、あなたに趣旨を理解できたらというか、いやいや、うん、うん、本当の優しさに気づけない人。いやいや、その優しさいらないですし、まず別に、ね、その趣旨がまず変なんですよ、うん、そういう人で、うん、
いますよね。なんであなたがそんなことしてくるのかわからないし、私の防犯を守ってくれてるのか本当にリナちゃんのことを思ってるのは誰かっていうのを考えた方がいいね。よくわかんないです、それ、うん、本当に純粋に守りたい気持ちですか。まあでも次のデートとリナちゃんに点数つけてもらえた、頑張ろう、いいですって、もうバイバイみんなも使ってみてね、気をつけてください、こういうやつに。